ち祝福の神楽を創造した。不思議だに私たちの奥深くにはそんな遠い昔の記憶が眠っている。この記憶はただの古い記憶だろうか。それは忘れ去られた記憶だろうか。いいえ、人は生きとし生ける全ての命はこの記憶をたどる旅を続けている。過去から、そして未来から、この旅を巡っている。この記憶のもと、私たちは今を生きている。そう、今とは過去と未来の時空の結び目。私たちはいつの日もどこにいても唯のうちにある。この旅で結ばれる縁、記憶を紡ぎ合い、未来を織り出し合い、星空のもと歌い奏で祭り合う。おはようございます。弥生三月、月の満つる竜宮の島にて、春分の太陽まぶしき宮古島にて、愛の花はあなたの心に咲き、星の光はあなたの心に瞬く。どうも、おはようございます。あ、ピーちゃんおはようございます。はい、そうそう、途中でね、あのね、ビデオがね、あの、映像がね、ちょっと変わっちゃってすいません。はい、はい。はい。どうも。はい、おはようございます。今日は、あの、2017年の、はい、2月の28日、2月最後の日です。はい、今日は沖縄とつながっています。沖縄のピーちゃん学校の始まりです。よろしくお願いします。はい、はい、今
今日はい、ピーちゃんのお隣にいらっしゃる方は、はい、ピーちゃんの旦那さんのタンタンです。はい、どうもおはようございます。はいはい、タンタン、今日はなんかすっきりと髪の毛も、あ、着物も、今日は着物ですか？最近の、はい、流行りですか？いいですね、なんか、ユニフォーム、いや素敵、なんか髪型もなんか素敵ですね。ちょっと、うん、いやなんかすごい、本当にすごい、すごい。よろしく。最近だったあのね、ハマってるね。ハマってます。あ、いいですね、すごく。はい、来てますね。すごく似合ってます。はい、はい、いつもね、ピーちゃんとこでは、私もお泊まりにさせていただいたことがあるんですけど、タンタンとピーちゃんとがね、朝仲良くね、お食事をしてさせてくださったりとか、いろいろしていただいてありがとうございます。はい。はい、なんか沖縄のその本当に自然となんか一体になってなんか生活されてるなと思うんですけれどもね、自然のこの酵母とかそういうのもうまく取り入れてなんかいろいろいいものをされてるなと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、いいですか？はい、さ、綺麗に映ってますか？映ってますよ、いい感じですよ。はいはい、さあそうですね、先ほどちょっとこうビデオをご紹介してたんですけれども、由来ということで、はい、先ほどのビデオは由来のエマさんがお作りになったビデオなんですね。うん、そうそう、ゆいの節って言って今度リュウグツアーがね、はい、沖縄であって、春分に宮古に、はい、エマが行くにあたって、はい、途中沖縄も通るさね、ええ、もったいないから、ええ、いろいろ撮影もしようっていうことになって、はい、じゃあ沖縄寄るんだったらもうライブもしてもらわないともったいないってなって、ええ、私たちの方でリュウグウツアーを計画しまして、でライブもコンサート会場を結構大きいところを借りてやることになった。いいですね。ね、皆さん由来って聞いて、ん、何かなって思われるかもわからないんですけれども、どうですか、由来の祈りか何かお届けしますか、ちょっと音楽。そうですね、モーションビデオなんかね、ピーちゃんがこの1年その由来さんっていう家族のユニットのバンドをさんなんですけど、その人たちを通していろんなことを、まあ、学ばせてもらったんですけど、歌や踊りやこう自然や宇宙やっていう感じで、でそれをまあエマさんが、由来のねボーカルのエマさんがちょっとなんか分かりやすいように分かりやすいって言ってるのかな、プロモーションビデオを作ってくれてるから。はい、それの方がいいのかな。それは今送りましたね。今お届けしましたね。はいはいはい。タンタン、いつもね本当にね、ありがとうございます。タンタンが前回もそうですね、縄とか、縄っていうかなんか編み方も教えてもらいましたね、タンタンに。ああ、そうだったね。そうそう、そこにあったあれはなんていうか、レモングラスかな、なんか長い、細長い、はい、そうですね、そういうの教えていただいたりとかして、本当にエマさんもそうだけど、ピーちゃんたちご夫婦っていうか、もう本当に自然をうまく取り入れて生活されていて、大切にされていて、いつも素晴らしい、なんかお勉強させていただけるなと思うんですけれども。いやいやいや。でもすごく豊かじゃないですか。もう本当に豊かで、なんかみんなの憧れのマットですよね。必死なんだよね。うん。あ、でもサバイバルね。サバイバルいいじゃん。
あの、あの、せっ、でもすごい本当に、うん、まっすぐになったから、うん、やっぱいっぱい柔らかいのが出てきてるからサラダ、うんうんうん、あ、いいね、美味しいし、チキンうんうんうん、ねね、本当になんかいつもね、あの、前回も朝食でもね、すごく豪華、もう本当に本当に美しくて豪華、なんかあの自然のその葉っぱの上におにぎりを置いてもらったりとかね、月桃の上に、すごいじゃないですか、月桃の上に置いてるおにぎりを食べれるんですよ。でもそれがすごく豊かなのかもしれない。豊か。ね。ね、葉っぱのお皿。そう。そう。そして、あの、そのご飯も酵母液をね、使ってね、炊いていただいて、ふっくらご飯で、ね。で、まあ、一番ね、感動し、っていうか、あの、嬉しかったのは、お味噌に、あの、梅干しが入ってたお味噌。あすごく美味しかった。うん。梅味噌？うん、梅味噌。ねえねえ、あれはぜひ、ね、美味しいですよね、かった、あの真似したいなと思った、まだできてないけどそう、残る時残ってたらいい、あとちょっとだけ、そう残しといてもらおう、ね、美味しかった、うん、それとね、あの今度ね、その工房とかもね、ね、あの吉澤直美さんにね、ちょっと教えてもらおうかと思う。うん、いいよね、あの、そうそうそう、うん、そうで、このスピリチュアル TV でも月に1回ね、ピー、うん、ちゃん学校とかで、直美さんにもね、あの月に1回出てもらってて、うん、で、ローフードのね、チョコレートとかね、うん、のお話とかいろいろ聞かせてもらってて、で、まあ、大阪にもちょっと一度ね、みんなね、その食に対してみんなやっぱりこう、やはりローフードとか酵母とかっていうのは興味があるよね。そうですね、うん、もうね、今もうそんな時代に入ってきたよね、ちょっと前まではもう全然興味なかったのにね、そうね、ね、もう金がね、今ね、金すごい、そう、うん、そうで、そういうのもまたね、ちょっと大阪でもお呼びしてね、教えてもらおうかなとか思うんだけど、うん、うん、ね、あの、またタンタンとかね、ピーちゃんにもね、来てもらえるように、私何ができるか、タンタン、いや、タンタン、あの、いや、 やっぱりこう、あの自然の中に行って、でこう、あの、レモングラスとかそういうので、こうちょっとね、縄を作って、あのレイを作ったりとかね、そんなんしたいなとかね。ね、タンタンがいるだけでほっこりしますよ。ほんとほんと。すっごくね、きめ細やかに仲良くしていただいて、いつもありがとうございます。ねえ、ねえ、ピーちゃんと本当にね、すごくお似合いのご夫婦で。うん、ラブラブやからいいです。ありがとうございます。はい。あと、まあ、あの、以来が、じゃあ、あの、もうじきツアーが始まるんですか？そうですね。もう、3月の10日ぐらいから、はい。で、竜宮のツアーの中にも、あの、まあ、私たちの和踊りの練習の中にも、ええ、もう贅沢なんだけど、由来が練習に参加するという、うん。ね、あの由来の曲は、あの私もこのスピーチャー TV で、あのあまりうまく、あの放送できてないんですけど、いくつかこうね、ご紹介させてもらってます。ちょっとすごく下手くそなんですけど、で、今からちょっと、あの、じゃあ1曲だけご紹介してみますか。はい、皆さんも由来って何と思われる方いらっしゃると思うので、じゃちょっと1曲だけ、祈りっていう曲でいいですか？あ、はい、いいですよ。あ、あの白さんのですね。そうです、それでよかったですか？いいですか？じゃちょっとご紹介します。よろしくお願いします。はい、
YouTube の中で今ね、YouTube から放送しています。今祈りというね、曲をご紹介させていただきました。いいね、声が入ってすいません。大丈夫です。ありがとうございます。なんか時々そういう声が入るのもなんか味わいがあっていいかなとか思って。祈りはね、エマさんの歌が入ってなかったね、なんかね。そうだよ ね、あ、うーうーとか、あーあーだったね。 そうですね。まあ本当にいつもね聞いていただいたらすごくいい曲ですねとかって言って褒めていただいてねしてるんですけれども、まあ他にもね、命の島とかっていうね、曲があって、それはフラを踊るんですね。一緒にね、はい、今度CD が3月の1日、明日か、あ、明日からまた多分発売されるんですけど、はい、新しいので踊れる曲ばっかり。あ、なるほど。フラを踊るんです。うん。フラって言ってもまたワンフラって言ってて、すごくなんかこのエマさんってクジラからメッセージをいただいて踊りを作ったりするから、この踊り自体はなんかこうやっぱり思い出すようにできてるんです。自分自身を開花させていくようにできて、踊れば踊るほど自分の中のこう何かこう目覚めていくっていう形になっていて、なのでそういう踊りがいっぱい踊れるような曲ばっかりをこう詰め込んで新しく出ますよ。楽しみにしてます。はい、結びの節っていうね、結びの星っていう、へえ、で、こうなったかな、
なんかサンプル CD が届いてたんです。あ、なるほど。あ、ほんと、見えます。いいですね。すごい、あの、わかりづらいけど。いやいや、なんとなく、あの、それは、海岸ですか？ね、そうですね。海、ね、のね、うん、前でみんなが立ってるんで、うん、あ、これが、なんか写真が。いいですね。あ、今日、あの、ピーちゃんから、あの、本当に、あの、写真もいろいろ、こう、あの、来てましたけど、それをご紹介しましょうか。うん、はい、ありがとうございます。はい。どんなことするかみんなに伝えたいなと思ってから、リュウグッズは。はい。すごいよ。あ、あの、沖縄じゃないと、ね、ええ、体験できないような内容になっていて、うん、もうなんか、素晴らしいから、ええ、今後も、なんか、やっていってもいいんじゃないかなって思うぐらい。なるほど。ね、いや本当にでもあのピーちゃんところあの、まあ、皆さんもねフェイスブックでね、ピーちゃんエッセンスっていうねあのところを開けていただいたらあのピーちゃんのページが出てくると思うんですけれども、その、 あのページにいろいろピーちゃんとこのこのエッセンスというサロンで、まあ、あの開催されているいろんなあの催しをね見ることができると思いますけれどもいつも本当楽しそうですね。もうねもうイベントばっかりだけど楽しいいろんな人との出会いがあって、うん、楽しいのでみんな遊びに来てください。そうです本当になんかこう、結構なんかあのなかなかこうねあのお目にかかれないような方もねみんなピーちゃんのところに、ね、すごいありがたいですね。あんこさんも来てくれるしね。いや私も本当にお邪魔します。もうあの、ちょっとたくさんでねなんか行くような感じになってしまいましたけどねあのすごく楽しみにしてますね。ピーちゃんもあの行ってくださってて嬉しいです。もう今回ね。うん、じゃあ本当によかった。私はねピーちゃんはねあれだけどね。じゃあ、うん、いい？じゃああのちょっとじゃあちょっと写真をちょっと探しますね。あごめんなさい。ちょっとちょっといろいろこうこの辺がねちょっとすごくあの全然うまくできてなくてすいません。はい、じゃあ、ご紹介していきたいと思います。見えますか？これみんなの中に星が、うん、まあ、私たちはもともと星だったよねっていうところを伝えたくてこの映像になってるんですけど、はい、なんかこう星が地球にみんな星々が降りてきたっていう感じですかね。これはあのどうなんですか？あのどなたかが描かれたんですか？なんかねいろんな写真をピックアップして、うん、あのこう自分たちで、あ、なるほど、なんか編集したような感じですか？感じですね。海でこうみんなで海を見ているところとか夕日を朝日を見ているところにちょっと加えてみたりして、光の星とかもちょっと、なんか絵かなと思ったけどこれはじゃあ写真なんですね。はい、いいですね。ね、私たちは星だったんですか？そうですね、あの私たち一人一人が、惑星なの でそれをこう、まあ、今まで人は月と太陽はものすごくね、はい、みんな陰陽のバランスとかって言って言うけれども地球とか星についてはそのあまりねみんな言ってこなかったじゃないですか、あまり。はい、太陽と月っていうののイメージの方を大事にしてきて、はい、でも考えてみたら月も星、太陽も惑星で星なんですよね。だからあの星っていう大きな括りっていうのをすごくあの忘れてるなっていうのもあって、私たちも星そのものなんだけど、うん、一人一人が、うん、でその自分たちがその本当にこの地球に何をするために、まあ、生まれてきたんだろうねっていうその星、自分の星を思い出すっていうそういうちょっとイメージがあってこの映像に実はなっていますね。なるほど、複
深いですね。ね、本当に、こちらは何ですか？あのね、あのドラム缶のお風呂とかもエッセンスでやっていくので、はい、12日の最終日かな、みんなで打ち上げして晩餐会もやりながら、なんか入りたい人がドラム缶風呂に入っていくっていう感じですかね。いいですね。なんかあのハーブかなんか入れるんですか？薬草ね、はい、入れますね。よもぎとかね、今のよもぎとか、月桃とか、あの、あの庭にあるハーブもラベンダーとかも入れながら、ラベンダーも、ラベンダーっていうのはどうですか？沖縄でもできるんですか？普段はできないんですけどね、それがなんかあの後ろの廃車にねできてたんだね。すごい。リープな綺麗に、それでもうちょっといただいて。いいですね、はい、こちらがそうドラム缶のお風呂ですか？タンタンが火をくべます。あの、この、横にこうはしごがありますけど、ね、はしごに登ってドラム缶のお風呂に入って、いい湯だなって。あのひょっとしたら水着着て入りますか？水着とかお洋服とか着ながらそのまま入ってもらって、そのまま出てくるっていう感じなんですけど、いいですね、もう本当海見たり星見たりしながら、ね、あのそれはあのあれですかね、今度私が行った時は入られへんのかな。薪とかのね準備しないと大変なんやね。ね、じゃあね、あのいいですね、これね、なんかほっこりと温まって、はい、あでこの方たちが料理は担当してくれていて、料理担当で、ベジのタコライスだったりとか晩餐会の、あの料理をトモエさんとかめぐみさんが用意してくれます。あ、これなんかあのこのお皿になんかごちそうが載ってますけれども、おお、これ美味しい。これいつもね、こんなのがエッセンスで出てくるの。お昼ですか？ランチ？ランチ、ランチ。あ、あの、ね、水の国に行くか。このお二人がされてるんですか？あの、そのメガネの方の方が料理人で、で、そしてあのお手伝いのめぐみさんが黄色い服を着ていて、はい。その盛り付けしますね。いいですね、なんかね、美味しそう、ボリュームもいっぱいで、超素敵ね、ひょっとしたら今度3月も食べれるんかな。あ、ちょっと無理かな。でもお昼食べるかもしれない ね、水木金に当たっていれば。あ、ね、ね、水木金にエッセンスにいるんですね。そうですね、はい、じゃあ12時からいます。はい、12時から。こういうね、こういうのを、はい、あ、いいですね。これはあの輪っかに編んであるんですか？もうただね、本当にね、もうあのその辺にあの、まあ、秘密の場所に行くんですけれども、はい、そこにあのいっぱいこの落ちてるんですね。で、あの秘密の、まあ、場所は畑なんですけどね、そこで、まあ、ちょっとあの落ちてるものから拾ってですね、こういうことができるんですよ。へえ、すごいですね。なんかね、いいね、ぜひね、みんなもこう体験してみたいですよね。楽しいです。はい。こちらは、はい、落ちてるの拾ってますね。落ちが、これ今秘密の場所ですね。秘密の場所なので場所は言えないんです。なるほど、なるほど、はい、秘密っていうことで、はい、はい、あ、はい、あ、皆さんいい笑顔で、メンバーですね、ええー、はい、あ、これが、場所でやってます、さっきの、
秘密の場所ですね。はい、ね、なんか背の高いね、なんか草がいっぱいあるような。場所畑ですね。場所、場所って何ですか？場所っていう植物って、うん、バナナみたいな木なんですけど、はい、見つけないんですね。へー。お洋服とか繊維になっていくんですけど。へー、あ、いいですね。じゃあ、さ、はい、わー、気持ちよさそう。この海も、で、今度踊りのワークをしていきます。歌と踊りも。へー。では、あ、いいとこで本当に綺麗なね。これはあの沖縄ですか？あのてか本島っていうか、はい、ここはまたあの沖縄本島でも、うん、私も今回ねあの星の場所をたどって知った場所なんですけれども、うん、あのすごい海が綺麗で恩納村の方にありましたね。いいですね。大体な感じになってますよね、雰囲気が。いいですね。どこにあの洞窟があったり、戦地があったりします。はあ、うん、じゃあ次に、同じとこですね、これもね。そうですね。ね、うん、なんかこう。たくさんあるんだけどさ、映像が。うん、その中でもちょっとあの最近行ったところだけピックアップした。はあ、うん。じゃあ、次、同じとこですね、これもね。反対向きの方ですね。綺麗な水ですね。とても綺麗だったから。ね、うん、結構遠浅ですか？うん、この日引いてたね。うん、もうすごい海も澄んでから。綺麗。今ね、青さが取れるいい時期ですよ。青さね、あの、うん、ちょっとワカメのような感じの、うん、まあ。海藻ですよね。うん、あ、お味噌汁に入れたら美味しいね。そうですね。うん、なんかあのそれは売ってるけど、本当にさっと取ったやつも食べれるんですよね。うん、全然、うん。とあの塩っていうか砂を、ね、洗って、うん、ね、いいですね。ね、あ、こちらはあれ。また星久保の場所で、星が落ちた場所にあのみんなをお連れするんですけれども、星が落ちて、そこがくぼみますよね。くぼんだところの下に水が湧いているので、あの湧き水がちょろちょろって溜まっているところが透き通って綺麗だから、あの天の星が映るぐらいね、綺麗なんですね。これ光なんですけど、光が映ってすごいキラキラしてますね。星が光ってるみたいで。本当ですね。なんか、これお水ですよね、これ。うん、水が流れてて、木々がね、映ってるんだけど、光も木漏れ日も入ってきて、キラキラしてたんですよ。だから綺麗だなと思ってね、ちょっとね、撮ってみて。あ、やっぱりね、綺麗だから星が映りそう、そういうところなんか星祭りをされてたらしい。あ、星のお祭り？うん、うん、星の祭りを、星が落ちた場所。へー、あー、お星様がね、ここに落ちるんやね。こちらもそうですか？ちょっとね、これが今回のメインなんで。思い出すっていう、星に帰るっていうところなんで、ちょっとこれを入れてみた写真なんです。あ、なるほど、いいですね、いいですね、そうです。なんかね、こういう祈りの場所とかもあったりして、やっぱり大事にされてるところなので、祈りの場所のことは、歌きって言うんですか？ちょうどなんかね、あの、多分お祈りがあった後だったのかな、下にクマとか聞かれてたので。ね、あの沖縄はあのいろんなところにこの歌きがありますね。ありますね。
ということは、それだけ本当にあの隅々までってこう大切にしてっていうことでしょうかね。ね、あの自然崇拝なので、うん、自然って、まあ、あの全てのものに多分神が宿ってるっていうような、あの考え方なのかな。だからそのバイブレーションが一番強く降りてるところ、ね、気が強いところとか高いところとかがきっとそうやって、宿るブレーションが強いんで祈りの場にされてたのかなとか祭事とかね行われてたのかなと思うんだけど、だからやっぱりそういうところがところどころにありますよ ね。でそういうところは、あの今あのこうしてこう皆さん入られてますけれども、まあ、あの普通の人は入らない方がいいんでしょうかね。いや、そんなことないと思う。いいですか。じゃあ、そこで感謝の気持ちを伝えたらいいですかね。もう本当にそれが大事じゃないですかね。普通にもうほら行って感じて、もう、まあ、昔はね、なんか沖縄ゆたさんとかね、はい、やっぱりそういうところっていろいろね、あの、怖いよって言われてたけど、最近はなんか軽くなったのかな、時代が。あんまりもうそういうのにみんなとらわれてなくて、気持ちいいみたいな感じで、なんかね、楽しくやってますけどね、ピーちゃんとかももう自分が精霊になって、小人になったような気分で楽しんでるけど。いいです。またね、本当に、まあ、沖縄に行ったらやはりこうそういうこと私たちもやっぱりこう体験してみたいなってやっぱ思うんですけど ね。あ、こちらがこう全貌ですかね。おいでって言ってるみたいでしょ。ほんまやね。だから、わー、ありがとうございますみたいな、でんぐり返ししたいぐらいだけど。優しいですね。うん、でんぐり返りね。できるかな。うん、いいですね。なんかおばあのユンタクみたいな感じでしょ。あ、ね、お茶とか飲みたくなる感じ。あ、ほんまやね。ほんまやね。いいですね。まあ、ここでみんなでこう、あの、なんかこう、お話をしたりするんですか？瞑想したりなんか。ここは祭事が執り行われるところなので、普通にこういうふうにしておしゃべりしてる人たちはいないかもしれないですけど。でも、ちょっと気持ちよかったんで、なんかそういうところってなんかこう、自分の気持ちとか本音とか、逆に、ちょっと出やすいですよね。うん、素直な自分の気持ちとかね。そこでやっぱりちょっと、ね、今どんな感じみたいな。いいね、いいね、お話ししてみました。はい、いいですね。一緒にみんなともそういう感じでやれたらなと思って。はい、いいですね。あ、これはまたゴロッと変わりましたけど。料理が出てきますね。はい、あ、フェスのタコライスとか。あ、これタコライスですか。あ、弁当の中に入れていったり。そんな感じとか。あの自然の沖縄の野菜をたっぷり使っていきますので、はい、はい、いいですね。ユーグツは、ね、いいのができたなと思って。この紫の、ごめんなさい、紫のってこれは何ですかね。あ、ね、これ紅芋ね。あ、紅芋ね、ね、なんか綺麗。紅芋もこだわってるんですよ、どこの紅芋さん。あの作ったベニボが美味しいとかね。あ、これは？この方たちが由来ですね。あ、なるほど。金の家族でね、家族4人でやってますね。いいです。で、すごい。この女性の方がエマさんですか？女性の方がエマさんで、ちょっとなんか巫女さんみたいな感じですけど。あ、なるほど。ね、本当にそのクジラのとお話ができるっていう感じですか？なんかね、クジラのからなんかこうメッセージが降りてきて、なんか他の次元に行っちゃう感じみたいですよね。で、他の次元で体験したことがあって、
で、それでもう本当にそれはもうみんながそうだったんだっていうのを知って、で、それをこうできたものをいくつかね、その体の中にいろんな自分がいるらしくて、それをこう使って踊りを下ろしてきてますよね。で、で、それがこうやっぱりちょっと回帰するように、うん、私たちが回帰するように踊りが作られてるので、骨盤とかがこう本当にこう安定するような感じだとか、あとなんかこの手の所作にしてもこの動きにしても、うん、なんかこう本当に戻ってくる感じだ。その瞬間によって踊りも同じ曲だけど、もう開きから夏にかけて開いていくけど、冬にかけては帰ってくる、戻ってくるような踊りになってたりとか、同じ曲でも、もう踊りが変わってくるんですよね。その、もう本当にお月様の巡りってさ、なんか満月になって、バランス月になって、新月になってって欠けていってとかってあるじゃないですか。もうそんな感じで、踊りも、その月によって変わっていくのが普通で、それをこう表してるんですって、一年。すごいそういうものを一気にはね伝えられないんだけど、一人って言って誰でもできる部分があって、それをみんなと一緒にシェアしたり、はい、結納節っていう素敵なアメージンググレースを沖縄の島唄バージョンにして、大きく歌ってるのがあって、みんなと一緒に踊れたらなと思って、ツアーを出しながら。いいですね。なんか本当にこう、自然を大切にして、そう本当に、原点に戻る的な感じですかね。戻る的な感じです。ね、いいなと思って、はい。またちょっと変えたんですけど、こちらは何ですか？これはもうね、前回のものですね。前回ですね。ヤーマンが来た時ですね。なるほどなるほど。じゃあ、今日はここまででしたね。ね、はい、いいですね。まあこんな感じで、じゃあちょっと、待ってくださいね。はい、じゃあピーちゃんと、はい、タンタンに戻りました。はい、おかえりなさいっていうところで、ね、で本当に、この、ツアーを通してピーちゃんがやっぱりそういうどういったものをこう伝えていきます、こういう自然とかそういうものを伝えていく、もうやっぱりね、そこに自然の中に行くと宇宙リズムに変わってくるので、すごい神秘だしミラクルがいっぱい起こってくる、自然振り舞いに、もうそれもやっぱり感じてもらいたいし、でそうするとそうやって生きるっていうことができるんだって分かって日常に戻ってもらうと、ね、いいですね。じゃないですか。そうそうね。私は本当にこうなかなか自然っていうものと触れ合うことが少なかったんですけれども、やっぱりピーちゃんのところに行って本当に心地よくてね、なんかありがたくて、意識が少しずつ変わってきましたね。嬉しい。そしたらなんかね、肌もちょっと敏感になってきて、ね。ちょっとなんか今まで平気で使ってたものがだんだんこう合わなくなってくるんですけど、すごいですね。もうケミカルなもの使えなくなってきますよね。そうですね。ね、下着とかもね、なんかね、やっぱり極力ね、私なんかはこうもう綿のものっていう感じで。そう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 、わかるわかる。それはもう。自分を眠らせてたんだなって分かり気がつきましたよ、自分も。そうですね。なんか今まで本当にもうごまかしてごまかしてしてたかもねって感じ。すごいすごい。ほんの少しね、でもこれは本当にね、変わり出した時はね、やっぱりちょっと戸惑いもあったけれどもね、でもなんか心地よさが分かるようになってきたっていうかね。もう普通になってくるからね、これが。ね、
ね、まあ、まだあとまだまだこうちょっとね、変わっていきたいなっていうところはあるけれど、うん、まあ、少しずつね、本当にこの、タンタンとこうピーちゃんのこのね、温かさというかね、優しさというかね、もうなんか本当にもうなんていうかな、皆さんにもね紹介したいなと思ってね。遊びに来たらこの素敵な方がいますよ。もう本当タンタンが今度ねちょっと用意しといてね、一生懸命こう編み方を教えてくれてたねビデオもあるんで。すごい。だってほらこの前ピーちゃんとこに行った時にレイを作る時にタンタンがレモングラスのような細長いのこう編み方を教えてくれてたじゃないですか、うんうん、あれがすごく楽しかった。またやりましょう。はい、ぜひぜひね、まあ、皆さんもね沖縄にね行ってみたいなと思われる方すごく多いんですけれども、まあ、ピーちゃんとこもすごく忙しくてなかなかね泊まれるチャンスが少ないかもわからないんですけど、ちょっとね狙い目です。ね、ね、宜野湾にありますよね、はい、ね、宜野湾ね、本当にぜひね、本当に体験、いろいろ体験してもらいたいですね。あ、そろそろ、はい、聞こえてきました。はい、はい、じゃあ、聞こえてる？聞こえてる。これ、リドリドですかね。面白いおじさんが今。はい。面白いお兄さん。お兄さん。あ、じゃあ、はい、あ、今度はじゃあタンタの代わりに、はい、あ、いらっしゃいます。おはようございます。おはようございます。はい、今ご紹介している方は、はい、金城さんですね。はい、おはようございます。よろしくお願いします。金城さん、あ、そうそうね、ちょっとそうしますか。はい、はい、はい、金城さん、スイカさんでーす。スイカさん、はい。おはようございます。朝早くからありがとうございます。もうから待ってた。やっとの対面で。スイカさん、スイカさんとおっしゃるんですか。そうなんです。どんな字を書きますか。聞きました今。はい、聞いた。聞いた。話しないけどいい。あ、はい。こういう字です。え、見えない。これ見えない。ここからが映像がちょっと。あ、見えない。ちょっと水に花。あ、いいですね。これ見える。あ、見えました。はい、スイカさんです。はい、はい、いや、すごいですね。これ、ご自身で書かれるんですか、この字は。いやいや、これね、僕の知り合いの書道家の。あ、そうですね、すごい字やなと思って。へえ、いいですね。スイカさんは、普段ディドリドゥの演奏をされる方ですか。普段は絵を描いてるんですね。絵を描かれるんですか。はい、画家なんです。あ、素晴らしい。どんな絵を描かれるんですか。あ、聞いちゃった。はい、聞いちゃいました。はい。じゃあ、さりげなく。はい。あ、こちらがスイカさんの絵ですか。あ、すごい。本ですね。本です。本の絵です。本、あ、君を見放したりはしない。そう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 。光が後からね。スイカさんの本が出てて、へえ、ね、君を一瞬たりとも見放したりはしない。そうそう、本当の題はこっちですね。あ、宇宙は、一瞬たりとも君を見放したりはしない。あ、いいですね。長かったので単純にしました。あ、いいですね。結構分厚い本ですね。滋賀州なんですよ。え、市と絵と。あ、なるほど。
なるほど。その詩を、詩も書かれるんですか、スイカさんが。そうなんです、実はこう、こう見えても。まあまあ、こんな感じで。すごいですね。絵は他にどんな絵がそこに載ってますか、ちらりと聞いちゃいました。実は天描画って言いますね。はいはい。あ、すごい。ちょっと水画面なんか、あの宇宙のような、なんか素晴らしい、あ、あたりピンポーン的な、はいすごいよね。もうね、うん、なんかもう普通の天描画じゃないよ。もう聞いたら。ああ、すごい。うわあ、すごい。もうね、イレギュラー、イレギュラー。ああ。あの、まあちょっとだけ。はい。あの、自己主張。はい、どうぞ。はい、お願いします。まあ、もともと天描画というのは、何でしょうかね、ヨーロッパのスーラという人がね始めたらしいですね、はい、でもあの船で描いてるので、うん、天自体が大きいんですよ、はい、で、まあ、あの時は経ってここ最近では天描画っていうと、鉛筆で描くパターンとボールペンで描くパターン2つあるんです、はい、で僕の場合はボールペンですね。普通は紙に、まあ下書きを書いて綺麗にね、なぞるようにして牛乳とか綺麗に書くんですね。はいはい、あ、リンゴとかね、いろいろ、ええ、僕の場合はちょっとなんか気違いみたいになってしまって、ね、白いキャンパス生地から黒いボールペンで全部埋めて、上に青いボールペンで埋めてで、さらに赤いボールペンで埋めて、で白いボールペンで埋めて、そしたらまた黒で埋めて、うん、で埋めて止めて止めて止めてね。それは背景が10層ぐらいですね。すごい。10から100層ぐらい。重ねて、そんな感じです。そのキャンパスの全部を埋めるんですか、点で。でも埋めます。もうね、もう気が狂いそう。本当に。あの、気違いです。ああ、本当、その辺でトランス状態になってくるって感じ。ああ、そうですね。おっしゃる通り。いいですね、なんかね。ないですよ。どうして？疲れる一方で。あ、なるほど。まあまあまあ、それはテーブルに置いて点々するんですよね。ボールペンで、ボールペンで。山ほど。赤とか黒とか白のボールペンをつけていきますか？これ見えますかね？ちょっと、わあ、すごい。うわすごい。うわあ、あります。見づらいかな。これミクロのやつかな。ミクロ。いや、見えるよ。あ、すごい。すごく、あの、あれが立体的になってるの分かります？なんか。緑のそのドットも入れてる。緑なんかない？なんかちょっと、まあ、あるあるね。緑、ね、7種類ぐらい使いますかね。すごい。あ、これわか、これ見ると面白い。まずこっからスタートしますでしょ。あ、はい、うん。点々でね。そう、だいたいこういうふうに埋まってきますね。あ、見えない。はい、埋まってきた。まあ一応埋まりました。はい。で、どんどん動いてます。あ、もうちょっと上げて、あ、はいはい、埋まってきました。はい。そこに多少あの濃淡があるの？濃淡が出てくるの？それで。
そうなんですよ。ずっとずっとさ、ほら、もうさ、叩いて、うんうん、ね、やっていったら、埋まってくるさ。うん、さらにもうその上にもどん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 叩いて、埋まって、嘘ぐらい叩くから、望遠鏡で見たら、もうすごくそのミクロの顕微鏡みたいなので見ると、うん、さ、立体になってる。あー、3D みたいなっていうか、なんかよくあの話したらなんかほらあの立体になるやつあるじゃない、うん、そんな感じなの。いや、他にも見せたいんですけど、携帯の使い方がわからないっていう。なんか肩すくらしてるの。今おかしくなって。これ面白いのは、作品ができた随分後で分かったんですね。はい、ある個展会場で、たまたまそこにブラックライトが置いてあったんです。でそれを、これ何って言ってつけて遊んでいて、たまたまブラックライトが絵に当たったんです。はい、そしたらね、うん、なんとガラッと絵が反応して変わったんです。へえ、ね。あ、これも面白いかもしれないですね。この子。あ。そうね、スイカさんちょっとあのピーちゃんの方がうまいみたい。あ、すごいすごい立体、あ、すごいすごい、あ、なんか盛り上がったり、え、なんか光が当たったり、そんな感じに見える。これを多分これをね、私が送ってくれたら、私が、うん、あのあんこさんにメッセージすれば、そうね、綺麗に見えたね。そうやね、もっと綺麗に見えたね。うん、スイカさんはいつも沖縄で活動されてるんですか？あー、すごい、 あ、見え、すごい、これ本当にいろんな色がこうなんかシュワッとしてるようなね。点々なんだよこれ。点々なんですか？なんかこう弾けてるような風に見えるんだけど。でこれをね、はい、ブラックライトになってるとこんな感じ。うわー、すごい。なんでやろう、なんでやろう、はい、うん、なんかこうなんて蛍光、蛍光のなんか、うわ綺麗、うわ綺麗。もうこれね、部屋に飾って、うん、で見るだけで瞑想ですよ。うん、あ、本当やね。なんかそれこそ宇宙のね、さっき言った星。はいはいはい。なんかあの宇宙つながりみたいな。うん、はい。まあ今日なんか素晴らしいものを見せていただいてありがとうございます。この絵とかは、どんなとこにあの行けば見れるんですか？素晴らしい、ありがとうございます。はい。ました、その言葉。4月の15日から国際通りで個展します。はあ、4月の15日から。はい、あの、ゆかる日。ゆかる日。はい、場所で。国際通り。はい、場所があるんですね。これ検索してください。はい、ゆかる日。ゆかる日。はい、じゃあ、あの、ピーちゃんがまたかあのチャットの欄に書き込みしてくれるらしいから。15から1ヶ月も、いいですね。も出ますし、なんとあの105歳での天描画も飾りますね。で、これはなんか買ったりとかもできるんですか？もちろん、欲しい人には、超格安です。なるほど。あの、今度3月20日に幸せの玉手箱するんですけど、あのイベントには出たりしないんですか？いや、なんかあれ、リジュヒーあ、そうね、じゃあリジュヒーリジュ教えてますね。そう、リジュもあの講習会やってます。ああ、そうなんですか。最近ピーちゃんも始めて、ダンタも、じゃあのエッセンスは最近 みんなあのあちこちでブンブン行ってますよ。あ、そうなんですね。すごいすごい。なるほど。あの呼吸したらなんか、うん、そう、聞いたことあります？リジュリジュですか？の循環呼吸。いや、
あ、なんかこう、あの鼻、ずっと鼻から吸いながら口から出してるっていう感じですか？逆ですね。あ、そうでしたか。鼻から鼻から吸う、一緒か。それが特徴 で、吹いてる人も、あ、というか、もともとオーストラリアのアボリジニという現地の人が、はい、嘘かどうか分かりませんけど、3万年前から吹いてると言われてますね。そうですね、3万年ですよ。3万年。はい、であの波動、土地の波動調整とか除霊とか重要な儀式とか、いろんなものにずっと使われてきていたり、ずっと、で宇宙につながると言われているんですね。で僕ね、これどういうことかなと思ってたんですよ、宇宙につながる。でね、僕は、ね、自分、演奏しながら、第六チャクラを意識したんですよ、ある時。はい、ね、意識したっていうのは、なんていうの、力を全部もう脱力して、はい、でその第六だけ意識したら、なんとですね、気持ちが悪くなったんですよ。吐きそうになって、本当に。だけど、あれ、気持ち悪いのを手放そうっていう感覚になったら、はい、気持ちよくなってきたんですよ。へそれでその後もな、自分がないみたいな感じですね。へでこれ物理的に言うと、脳が、あの頭蓋骨が揺れてるんです。へほら、脳と脳みそと近いので、あ、はい、あとがもろ自分でボーンってくるんですよ。へそうすると頭蓋骨が揺れてるのが分かるんです。へということは、脳みそも揺れてるっていうことですね。はい、そうすると、ここから僕 の、 あの勝手な解釈なんですけど、はい、あ、なるほど、脳みその錆落としをしてくれてるんだ、と。で、あの錆とは何ぞやっていうことですね。何でしょうか、錆って。なんかこう、考え癖とか。あ、そうですね、さすが。ね、まあ、つまり固定観念とかね、うん、既成概念とか、はい、のことを僕はサビって呼んでますね、勝手に。これがね、頭蓋骨の方が緩いことで、サビがどんどん落ちます。あ、いいですね。すると、ほら、固定観念なくなったらどうなります？あ、もう本当に自分をもっと表現していける。あれでしょ、だから、例えば仕事においては制限がないし、もっとダイナミックになるし、うんうん、はいはい、ね、人間関係ももっともっとより深くつながっています。まあ、そうあってほしいという希望もありますが、はい、あ、いや、いいですね。ね、なんかあのリルリルっていうその響きが、はい、なんか 筋肉も緩めてくれそうな気がして。そうですね、もう全身あの波動をかぶりますから。で、あの、右脳と左脳の脳幹というのがあって、実はこいつは生命活動を司っていると言われているんですね。やはり眠っていても心臓は勝手に動いてますね。はい、はい、で、こいつがやっているという話です。はい、ところが、強いストレスとか激しい運動によって、この脳幹から首を伝わって、この重要な神経がずっと通っているんですけど、この道が切れたり小さくなったりする。すると体の不調が起こる。あ、現代の医学ではこれどうしようもならない。どうするって言ったら波動ですね。へえ。ここを刺激することによって、なんとなんと自分で自分を癒す。へえ。これが演奏してる本人も、聞いてる人たちも。で、時々あのディジで癒しもさせていただいてるんですね。ああ、なるほど。仰向けに寝てもらってですね、第一チャクラ、足から、第二チャクラ、頭から、ね、はい、このディジの波動、おーって言うんですよ。へえ、いいですね。あーってかぶってね、もう、なんか、Go to heaven みたいな。いや、いいです。今日は、後ほど、
金城さんのそのディズで、みんなが癒されるっていう時間があるかなと思うんですけど、いいでしょうか。金城さんのディズでみんなが癒されるっていう時間を作りたい。あ、今じゃ あ演奏っていうこと？そうですね。いいですね。じゃあ画面は天秤を見ながら。そう、それね、それはピーちゃんがじゃあ写真を撮って、私にさっきの、 金魚さんの写真とかをメッセンジャーで送ってもらったらいける？今撮ってみるね。うん、てか金魚さんのさっきのね、ほら、何ライトをつけたらすごく変わったっていうような絵とかも見たいから、じゃあ金城さんがその携帯で私にその写真送ったらどうやろ。あ、わかりました。ピーちゃん送って。だから ピーちゃんとこに送って、ピーちゃんとこから送ってもいいし。で、じゃあできる？で、ちょっといろいろ変わってみます。そう、はい、ピーちゃんところから私とこへ送ってもらったら、それを直接皆さんにご紹介することができるので、じゃあその間にちょっとどうしましょうか。はい、今からしていただけるのはディズの演奏、それでさっき言った脳幹が刺激されるっていう分ですか。はい、はい、このディズなんか変わってませんか。これはこれはね、今講習会で使ってる初心者用のディズリで、まずこれを聞いていただいて、その後ちょっと重低音がこっちの、それは何でできてるんですか。ね、カーボンですかね。紙です。あ、紙なんですか。いや、カーボン。あ、カーボン。カーボンっていうのは、プラスチックみたいなもんですね。軽いです。あ、両方ともプラスチック。はい。子供でも70歳でもみんなできます。へえ、すごい。肺活量とか関係ないですね。皆さん誤解するんですけど、はんはん、気合と努力と根性と絶対諦めないということを横に置いて、を楽しむっていう感じ。いいですね、いいですね。どうしてもなんかね、気合が入ってしまう。僕の講習は手を抜くということが目標なので。いいですね。気合と努力根性いらない、だいたい去年までは平均年齢65歳 のお姉様たちが多かったんでね、半分以上みんな笑ってますね。笑ってる。はい、笑いヨガを超えたみたいな。非常に面白いですね。皆さん、その60歳を超えたぐらいの方がディズを習うのはどういう目的ですか？だからさっきの僕の説明を聞いて、っていう部分と、単純に音を聞いて、なんか心地よい。で、自分もこうやってみたい。残り少ない時間をね、自分のために使ってくださいってことを言ってます。ああ、なるほど。残り少ない。少ない時間とね、お金、財産はね、親孫に残したら飽きませんって言ってますよ。なるほど。自分のために使ってくださいって。なるほど。ね。そこにね、そんな1000万、1億残したらえらいことになるんですよ。ああ、なるほど。トロ劇。ね。家族のトロトロ劇も。はい。いっぱい相談がありましたから、僕ね。もう自分自身に使ってくださいって。そういう相談も受け付けられてるんですか？東京にいる頃は個人セッションなどもね、やってました。末期が1週間とかね。末期とか。スイカさんはもともとは関東ですか？いや、もともとは沖縄なんですね。はい。で、もっと言うと、ダイビングショップを経営させていただいてたんです。はい。はい。で、まあ、いろいろあって、こういうふうになってしまったということですね。あ、じゃあ沖縄でダイビングショップを経営してたけれども、まあ、いろいろあって、で、途中に、
今走ってると。あ、スピリチュアル。で、東京ではそういうカウンセリングとかをされてたんですか？あ、はい、東京で3年半ごろ、3年半ぐらいいましてね。ええ、銀座とか表参道とか青山とか、まあ、あと仙台とか行ったり来たりで、あちこちで個展をさせていただいておりました。個展ね、あのさっきの点描画の個展ですね。はい、今日もね、今書き込みの方でね、皆さんいろいろご覧いただいてて、おぎんさんとかね、さなさん、しおんえつこさん、おはようございますということでね、あいちゃんさん、おはようございます。はい、ダニさんはね、ハワイからです、今。ハワイから、そう、ご覧いただいてて、アロハーということで、はい、ね、おはようございます。はい、そしてね、おぎんさんがね、ディジュリドゥの癒しの効果を知らなかったですっておっしゃってます。ね。いや、最近ね、ええ、もともとというか、九州で寝たっきりの、難病で、寝たきりの女性がリジを吹いて復活したで感動して、それを広めていったら、九州あたりでは3ヶ月でね、ええ、500本出たらしいです。これが小学校とか老人ホームとかでも授業とか、愛ちゃんが、末期がんの方 の, ディジュリドゥ効果はどうでしたかっておっしゃってました。末期がんの人のディジュはまだ、経験はないですね。ないね。さっきのお話は個人セッションです、ね、個人セッション。個人セッションって何なんですか、はい、それはディジュリドゥの個人セッション。いや、違います。ディジュリドゥは置いといて、はい、普通に個人セッションですね。どんな個人セッションされるんですか。例えば余命1週間とか2週間相談来ますね、はい、まずはおめでとうって僕言いますね、はい、笑いながら満面の微笑んで一割ではなくてね、まあまあ簡単に言うと、命の危機に、ある今この状態こそ意識変容のチャンスをいただくので、おめでとうって言ってですね。あ、でまあ、人間は肉体であるが、それ以上に意識エネルギー体でもある。はい。そんなこと言うと、そっちが実は本質で、はい、実は僕らは実は幻だった。はい。という2つの僕の体験則、経験則に基づいて、図解説明をしながら、図解で、はい。図解説明をしながら、はい、質問を受けながら、徹底的にお話、相互のお話し会でね。はい。情報交換などをしながら、だいたい2時間ぐらいするとみんな、そうよねって言って笑顔になって帰ってくるんですね。あー、へー。そこのところ少し話していいわ。つまりですね、ええ、まあ、これは、まあ、あくまでも僕の体験から基づいた、はい、スイカ論なんですけど、はい、スイカはある、ね、あ、いいですね。ほとんどの人が、いい悪いじゃないですね。はい。ほとんどの人が、霊界とか神様の世界に周波数を当ててるんです。はい。ほとんどの人。はい。もう一個、宇宙っていうのがあるんですけど、はい。もともと僕らは宇宙から来ました。はい。意識、エネルギー体。はい。で、宇宙から来た。もちろん、そういったことを忘れるスイッチをして、僕ら地球という惑星に降り立った、はい、で肉体に入った、はい、で僕らが想念で霊界とか神様の世界を作った、ね、はい、作った、はい、言葉だとちょっと理解できないんですけど、はい、ここに、ね、図解説明があるとより、あ、なるほど、はい、まあ、今回省いて、ね、簡単に、はい、で、周波数は分かりますね、はい、でいうところ、チャンネルを合わせる、はい、だから霊界に周波数をど真ん中ギュイーンって周波数を合わせると、はい、あとはそこかしこで霊を見ることになり、霊とお話ができるようになり、はい、それとか条例とかできるようになり、はい、ついに霊能者になれます、はい、で神様の世界に周波数をギュイーンってど真ん中合わせると、はい、あなたは
そこかしこで神を見ることになり、はい、またお話ができるようになり、はい、祝祭とか祝い事が祭事事ができるようになり、はい、ついには神様にもなれます、はい、で今度は宇宙側に主イエスを合わせると、そこかしこで今度はあなたは根源を見ることになります、はい、というのがまあ大体ざっくりとしたこう追加論、はい、で、霊界の特徴はイメージとか特徴がものありますね、はい、例えば霊界の特徴は怖いとかさ、はい、イメージ見せてるとか、あと大きな特徴の一つに脅しっていうのがありますね、はい、あの霊がついてるから払わない、あ、はい、特徴の脅しね、はい、言い悪いじゃなくてですよ、はい、で神様の世界の特徴は世のため人のため、はい、罪と罰という特徴がありますね、はい、で宇宙界の特徴は認めるっていうのが大きな特徴です、認める、はい、宇宙界、はい、霊界と神様の世界は互いに認めないですね、で、なぜか神様の世界の中でも神様同士喧嘩をしますね、はい、まあまあ宗教宗教、はいはい、で宇宙は認めるんで宇宙は全部を含みます、はい、でどの現実を見たいんですかという話です、あ、はい、ちょっと大体皆さん宇宙って言うんですでしょ、はい、でもっと言うと自由に、チャンネルを切り替えることができるともっと楽しいよね、はい、ね、時には霊界、時には神様の世界、はい、で今は宇宙とかね、はい、そういう感じでこう切り替えが自由自在にできるとこの3次元、うん、面白いよねっていう話ですね、うん、はいはい、これあくまでも推加論ですからね、はい、なるほど、変なこと言うおっさんもおるんやなぐらいでよろしいので、はい、いやでもね、なんか気が楽になりますよね、そういうふうにね固定しない、は、霊界と周波数の、世界の、ど真ん中合わせてる人たちのね、はい、習慣とか伝統からの解放を言ってるんですよ、つまり僕実はね解放軍なんです、そうか、だからそのディドゥっていうのが解放するのにいい武器、はい、そうですね、それから天描画も空いてるんです、あ、天描画も教えられてるんですか、いや、ワークはやってないです、教えて、あれは見て見るっていう感じですかね、見てる間に解放されていく、そう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 、さっきのね、うん、つまり固定観念が崩れていくんですね、今ね、P ちゃんからね、近所さんの天描画を送ってもらってるんですけれども、この天描画ってこれ、なんか、あれですかね、なんか蛍光ペンかなんか使われてるんですか？これね、うん、油性と水性の間のゲルインキっていうのがあって、はい、これも全部後で分かったんですよ。はい、たまたまゲルインキを僕選択していて、ゲルインキができて、2、3ヶ月経った後に、たまたま個展会場でブラックライトがあって、当てたらガラッと変わったっていうことです。へぇー。ちょっと面白いでしょ？面白い。これちょっと今、紹介していきましょうかね。ちょっと、はい、今、P ちゃんからね、ちょっと送ってもらったのがあるので、ちょっと紹介します。表に出る機会がないんで。ちょっと待ってくださいね。もうちょっとこっちやな。ちょっと紹介していきます。あ、これですね。今、出たかと思うんですけど。はい。これ本当に、ブルーのところがキラキラ輝いてますよね。これね、ちょっと原画見るとまた全然違うんだけどな。はい、あ、そうなんですか。はい、もう。そうだね。ちょっとこれはボケてるし、わかりづらいけど、まあ、しょうがないね。うんうん、写真が写真だけどね。写真だからね。はい、でもはい、逆に広がってから見える。そう。なんかね、さっきよりはね、よく見えるかなと思って。この、近所さんの、ご本がこちらですね。はい。君を見放したりはしないっていうね。
まあこれ今おっしゃってたことは本当に、ここにつながることでしょうかね。そうですね。あ、今大丈夫ですね。はい、すいません、もう一回。あ、こっち、さっきのとこ、これ。いやいやいや。じゃなくて。はい。でこちら。じゃ、はい、大丈夫です。はい。はいはい。こちらもなんか本当に、輝いてるように見える。これは1枚の紙なんですか？キャンパス生地。キャンパス生地なんですか？キャンパス、白いキャンパス生地に背景から山ほど重ねていってます。なんかこう立体的なものがあるように見えるんですけれども。ね。入ってますからね、単純に。これは、まあ、点描画を描くときに、なんかテーマというか、なんかこう、下書きもタイトルもないんです。ない。はい。実は、告白しますと、僕が描いてるんじゃないんです。タイトルだけなんです。はは。立体をぼかししてるというか。じゃあ、チャネリングをしながらというか、チャネリング。って感じですね。ですね。なるほど。もちろんもう絵も勉強したこともないし、経験もないし、もうそことは真逆の肉体労働の世界でずっと頑張ってました、ね、そういうアートとか全然興味なかったです、これはなんか私とかが見たら、これはひょっとしたら宇宙に漂ってる時に見える光景かなとか思ったりとかもするんですけど。ああ、そうですね、ありがとうございます。ごじゃりまする。はい。使い慣れてない言葉使うとしても。そうそう。生放送だから緊張してます、いやな、本当にこれ深く、まあ今ね、ちょっと他の、映像も入ってるんで、これだけをこうずっと見ていくと、はい、本当になんか宇宙そのものに漂ってる時を思い出すかな。来た、来てますよ。来てます。来てますか。隠された遺伝子のスイッチをじんわり押されてるところです。さっきもともと宇宙にいた僕らが忘れるスイッチを押してきたって言ったじゃん。はいはい。で、僕たちの例えばなんか使命があるとするならばですよ。はい。そのスイッチを、思い出すスイッチを肉体を持っているときに入れるっていうことです。言葉を変えるとそういうのが全部わかる、気づいた、そうにっていうことですね。まあやはり、忘れて、した方がいい時もあるけれども、それを、思い出す人もいることが必要っていうことですかね。というよりも忘れるスイッチを押していきましたね。はい。じゃあなんでっていう話ですよね。あ、そうそう。わざわざ。なんでですか？新たな新鮮な気持ちで体験したい。山ほどのネガティブとポジティブをね、体験するために忘れるスイッチをしてきたんですよね。ああ。だから覚えていたらさ、うん。いらないじゃないですかね。そうそうそう。まあ私なんかこうヒプノセラピーとかするんですけれども、はいはい、すごく苦しくてもそこから抜け出せない方とかには思い出してもらうことをするんですよ。過去のね、記憶とかね、はいはいはい、だから私はこの経験をしたかったのかなって思えるだけで、それを第三者的にというか、まあ、客観的に見ることができたら痛みや苦しみが理解できるというか、なんていうかな、知ってるだけで、腑に落ちるだけでもう乗り越えられますよね。ね、まさに今おっしゃったように、はい、あとは腑に落ちる体験、ってだけですね、はい、なので僕らは修行をしたり苦行難行をしたり瞑想をしたり座禅したり断食したりヨガをしたり、そこに向かうためにいろんなことをやってますね。ただその選択肢の中に点描画とか入れるといいよねって話。あ、なるほどね。超楽な方法ないですもん。あ、
私も瞑想とかがなかなかじっと座る瞑想はできないんですけれども、要塞とかしてなんかチクチクと針を動かすとなんかすぐにこうメッセージがっていうか自分の心の中のものが出てくるんですよ。私昔こうなんか点々をずっと書いてた時もあって、絵とかじゃなくてね、もうなんか暇な時にこうずっとこう点々を書いてると、そのうちになんかだんだん絵になってくるじゃないですか。面白くて点々をずっとしてた時があったんです。点描画とか知らない時に。で、まあそれをもう少しずっと極めていったらこんなになったんかなってふと思いましたけど。というかまあこの場合はちょっと気違いなんで。なるほど。っていうのがあるんですけど。いやいやいや。今日も強制労働ですよ。そうでしょうね。もうダメージもうすごくって。でも3ヶ月でぎっくり腰5回も6回も、でも本当にまあこれを見たら宇宙なのかなって思ったんですけど、うん、そういうスイッチ入りますよね、なんかね、じんわりね、うん、速攻入る人はもう古典会場でね、そうですよ、行かないとね、古典会場ね、あ、人もいるしね、こちらはまた綺麗ですね、なんか今ちょっとすごい、そう、ね、金粉が出る人もいるの、見るだけで、過去にね、2人ぐらいいました。へえ、あとはエネルギー感じて泣いたり笑ったり走ったり喋ったりとかね、宇宙を喋ったり、うんぬんかんぬんですね、その宇宙のそういうの思い出すんですね。だから僕的にはこれを忘れるスイッチを、まあ、徐々にね、はい、押し始めたなっていう感じ。へー、それがカチッとはまると分かった、全部気づいた、まあ、これが悟りみたいなね、覚醒したになるんじゃないですかね。何人かはそういうふうになりましたっていうメールは、いただきました。へえ、すごいですね。やっぱりそこのね、刺激されるところがね。そう。つまりですね、絵からアートとしてのそういう作用を起こすっていうのは過去なかったみたいですね。ああ、へえ。だから目も直接脳に近いですでしょ。で、リジュは耳、音、脳に近いでしょ。で、口、呪文、マントラ、はい、脳に近いでしょ。みんなね、はい、そういったことをずっとやっていたんですね、僕らね。へえ。として、絵として、目からの情報で、そういうふうに作用するっていうのは、なんかなかったみたいですね。へえ。ね、面白いですね。だからまあ、時代がいよいよですね、本当にマイノリティに味方し始めた。なるほど。なのでは世間一般から、し怪しい、けげんな怪しいですね。怪しいとされていて、狭い思いをしていた。なんかちょっと今、お酒入ってますけど。愛ちゃんっていう方から先ほどのねご質問の続きなんですけどね、ディドゥっていうのはね、どんな吹き方をしても効果があるんですかって。あ、これね、ええ、YouTube で呼吸循環教えてで検索すると、ええ、僕の動画が出ます。あ、なるほど。あ、じゃなくてマスクをかぶってる。なるほど。なんかピーちゃん。マスクっていう紹介がありますから。口から息を吐きながら鼻で息を吸うから、初めは難しいけど、練習したらできるようになってくるんですね。そうです。まあ、ピーちゃん。方法とかも詳しく全部、動画で載っけてありますので。動画でね。ぜひ、愛ちゃん見てくださいね。ってね。皆さんよかったらね。あと、ココさんですけど、おはようございます。金城さんの宇宙のお話詳しく知りたいです。興味津々ということで。
はい、ピーちゃん、あーピーちゃんさん、近所さんは行っちゃってますっていうことで。今ね、ここにちょっと出てきた。近所さんのラジオね、出た時のものの中にブログとか、そうそう、ラジオもあるね、全部載ってるので、今、送ってきました。ありがとうございます。さすが。できる子や。三次元もできるじゃん。ね、なんかね。三次元もできるからね。近所さんってね、本当にね、ピーちゃん今紹介してくださったんですけれども、まあ、やはりすごいいろいろなこうやっぱ波を乗り越えて来られたんですね。そうそう。ね、そう、まあね、なんか本当に、やっぱりこうスピリチュアルな人って結構こう、まあ、いろんな体験をしたことによってスイッチが切り替わるというか入るというか、でやはりそういうこう、っていうような思いがまた今度陰とような感じで、陰が深ければ深いほど陽も際立ってくるという感じですかね。さっきのスイカ論によるとですね、はい、生きてるときに、まあ、肉体を持ってるときにね、はい、霊界とか神様の世界に周波数を当てると、肉体を持ってる時に終わった時もそこのルールに従うようになるんですね。おー、へー、そうですね。うん、で、その例えば神様の世界で周波数を合わせて失敗験すると神を見るんですよ。はいはい、神ってね、そういうことですね。決まりじゃなくてですね。なので前世とか来世とかカルマとか、うんぬんかのがあるんです、うん、だってそこの周波数ど真ん中当ててるから、本当に そこは真実なんですよ、でもそれをするとこのサイクルから抜けることができなくなっちゃうの僕ら。あ、ね、はい、また来世でまた来世また来世 ずっと続いてる、はい、解放軍、僕は解放軍としてはそこを周波数を宇宙に向けるとそこからの解放で、今回肉体卒業したらもう地球卒業だよね、イエーイって感じですね。私が思うのはなんかそういうところからもまたね、地球のこのアナログが面白そうで来る人もいるかなと思うんですけど、いい悪いではなく、うん、で偉いとか偉くないとか次元が高い低いという問題ではなく、うん、周波数の選択の問題ですね。選択ね。で、地球でいろんなものをまだ味わっていない。例えば、まだそのスーパーリッチ層になってないとか。はいはい、ね。そこをまだ味わってから卒業しなきゃとかね。何でもいいんですよ。はい。いろいろ今これね、少しずつこう紹介させていただいてます。今このペンを使って今書かれてるとこでしょうか。今ご紹介してるのは、はい、はいはい、まあ書くというペンを打つって感じですかね。打たれてるんですね。これは、はい、そうですね、はい、ゲルインクっていうのは重ね塗りができるんですね。じゃあゲルインキですね。ゲルインキっていうのは、はい、まあ、油絵のように重ねていくことができる。そうです、そうです。できるっていうよりも、無理やりやってる感じ。無理やり。できないのには、もうとにかくなんかやれみたいな感じ。で、このね、なんかね、真ん中がちょっとブルーで明るくなってるじゃないですか。はい、はい。これは何かライトかなんか当ててるんですか？そうです、これちょっとライトが当ててる。ライトをね。そうそうそう、光るんですね、なんかこうね、キラキラ。ねえねえ、もうね、原画お見せしたいね、本当に。うん、これも今、ライトを当てられてるんですね。そうするとね、ブラックライトにもいろいろ種類があって、強いのから弱いのからね、はい、で。ブラックライトの強いのを当てると、最初に打った奥の点が反応して、また絵が変わるんです。へぇ。5つあるとすると強さがね、はい、だから5種類変化するんです。へえ、変ですもん、これすごいですね、なんかね、はい、ちょっと自我的に自慢すると、はい、この技法は僕だけ、世界には僕だけ、すごいです、はい、また
命だから皆さん原価買うの今のうち。はい。はい。今年から表に出ようとして今こうやって表に出てます。ああ。もう3年半はもうなんか社会のなんですかね、片隅日陰で日陰女みたいな。はい。ずーっとこう引きこもって1日10時間15時間ずーっとこればかり。すごいですね。15時間ってすごいですね。最初は15時間。うわー、すごい。だからもうバカでしょ、バカ。へえ、いやいや、でもやっぱり貫くって大切ですね。これがね、あれですよ。だから気合と根性と努力でやったわけじゃないんですよ。まあ。やれてなんですよ。すいません、もういじめられまくり。やることないからね。うん、あ、いいです。これも綺麗ですね。こう本当になんかこう立体感があって。いやあの原画面これの100号をお見せしたい。へえ、100号なんかあるんですか。そう、100号縦180の140センチのキャンパス生地に同じように山ほど重ねて。へえ、これあのさっきのボールペンの点点点で。はいはい。100号。うわーすごい。どれぐらい時間かかるの。また創刊ですよ。へえ。でこれだから4月15日ゆかる日さんで100個ね、なんと5枚飾りますよ。うわーすごい。え、何日かかるんですか、100号1枚描くのに。100号、まあ、絵によって様々ですね。はい、小さいので F6 号というサイズで、はい、だいたい1日10時間で3ヶ月くらい。すごい。そうなんですね。どんだけ過去、まあ、3年半、4年、ほら、引きこもって、いじめられていたか分かりますでしょ？分かります。で、この間にどんどんつながってたんですね、宇宙と。もうね、つながったっていうか、もう、まあ、そのもの。最近はね、はい、我即宇宙な感じ。へぇ。いつでも。で昔は目をつって瞑想をやってたんですけど、最近それしなくてもこうやって喋りながら、うん、割りながらも瞑想状態。うわーすごい。極めていくって感じ。そうですね。この今ペンで打たれてるのは白いペンね。白いペンね。ゲルインキには白いペンがあるんですよ。ねえ。皆さんそれよくわかんないですね。はい。え、白いペンなんてあるの？とかって聞かれるけど、あるんです。このそんだけ書こうと思ったらゲルインキすごくたくさんいりません？もう山ほど使ってます。ああね、これボールペン業界から表彰状を、ね、一枚でももらった方がいい、ね、うん、あってもいいかな。すごいですね。本当だ。なんかね、こんな書いてるとこをね、またね見てみたいなと思いますね。あ、きません、つまらない。あ、そうだって、ただ、いや、ただこんだけですよ。ずーっと、喋るかしら、ずーっと。それが、こういう、こう、まあ言ったら、まあただ何も考えずに点々してるだけで、こういう模様になってくるんですね。ごめんなさい、今ね、同時にピーちゃんからの質問が一方で来たんで、はい、僕が考えたというよりこういう映像を脳内で見せられているのをお出ししているという感じです。なるほど。まあ、僕は思考外の。ふん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 。だから絵は皆さん褒めてください。はい。僕は褒めないでくださいよ。じゃあ、ね、この絵の褒めたらすぐ僕また天狗になってしまう。この絵の言ったらその発想元は宇宙ですか、はい、どこですか。そうですね、情報元は宇宙、どこですか。宇宙どこ。いや宇宙も、まあ、いろいろなところがあると思うんですけれども、あ、深いところで言ったらマゼラン星雲の奥のところですか。え、マゼラン星雲。へえ。天の川銀河がありみたいな。はいはい。あ
アンドロメダ銀河がありみたいな。さらに奥の大きく包むのは、まあ、マゼラン大星雲がありみたいな。そういうの、そういう情報も入ってくるんですか。そうですね。で今だから質問があれば聞きます。今ご質問があったんで、はい、ちょっと聞いたら、まあ、マゼラン星雲の奥深いところっていう。あ、なるほど、なるほど。もうね、こういうお話をしてしながらつながるからいいですね。で、じゃあ、あの今チャットでね、あのご質問いただいてるんですけれども、ありがとうございます。はい、まあ、ご質問というか、あのメッセージが来てるんですけれども、はい、白い鳩さん、おはようございます。水カリンバに興味があります。これは何でしょうかね。水カリンバ、カリンバ、カリンバ、あの、なんかこうポロンポロンポロン、うんうんうん、カリンバね。そうね、そうだから、これはまた違うやつやね。ちょっとね、リズとはね、また。リズとは違う。違うね。カリンバはね、ありますね。そういう楽器ね。それもいい音ですね。なんか、ね、なんか森の中とかで。ね、水の感じがする、ね。で、あの、他の楽器との違いは、リズは、だから脳に近いという。ああ。なるほど。で、この波動を、うんうんうん、ボーンって感じる。はあ。頭蓋骨が揺れる。はい。脳みそが揺れる、サビが落ちる、揺れまくる、力がゼロ磁場のように抜けていく、はい、そうすると、宇宙波動と同調が始まる。あ、そうすると大笑い。あ、大笑いね。なんだ、私1週間で死ぬじゃん、ラッキーとかね。あ、なるほど。こんなことで悲しんでたの、こんなことにとらわれてたのみたいな、そうみたいな。全くの領域に行って肉体終わると、ほら、もう地球卒業だから、もうほら来世前世関係ないですね。そのサイクルから卒業という意味ですか。いいですね、いいですね。そうするともう本当に楽になって、病気なんかどうでもよくなりますかね。だって人間全部死ぬじゃん。そうそう、肉体終わるじゃないですか。質は意識エネルギー体だっていうのが僕の中で腑に落ちてるので、だから別に悲しいとかないですね。なるほどね。で、だからもう一回言いますね。はい。持ってる時に、ね、命の危機に瀕するこの状態にこそ意識変容のチャンスをいただくので、おめでとうということを言いますね。はい。はい、満面の笑顔で。はい。あの、もう一週間、二週間で死にそうなあの相談の時に。はい。でドーンと落ち込みますね。はい。一回皆さん。まあ、それからいろいろお話しさせていただいて、あの、解放できればいいかなと思ってますね。はい。いや、すごいですね。ね、お医者様ですね。なんかね、心のね、なんて、意識のお医者様って感じですね。まあ、僕自身、あの、楽しんでるってことですね。はい。2年前ももう、がんの友達がね、何人も。僕の知り合いの沖縄 の, あのすごいまたヒーリングする人がいてね、もう1週間ぐらいでがんを消す人がいて、はい、どんどんかんるんで、お世話させていただいて。で、はい、あの消えるんですかね。消えたんですか。そうですね、もうほとんど全員もう元気なんです。すごいです。はい、なんかあの愛ちゃんは、壁、床、天井、点点点点に囲まれてみたいですっておっしゃってます。ああ、いいですね。これね、銀河で四面楚歌って感じです。銀河で四面楚歌で暗くてブラックライトやって、さらにディジュやるともうやばいでしょ。ああ、なるほど。これ今あの何をされてるとこですか。あ、これはね、仙台のプロのカメラマンさんが、はい、接写レンズで撮影してるところです。拙者。うん。拙者。細かく見た。じゃこの後の。あ、はい。こっちの。こっちの。拙者レンズ。で撮ってるところの、ちょっとピーちゃんが。違う違う違う。だから。これ、これね。違う違う違う。拙者拙者。これ。今ちょっといろいろ検索中です。じゃあじゃあじゃあ。
金ピカさんおはようございます。はい、そうですね。あの私も金ピカさんも絵を描くんですけれども、私も絵を描くので、絵を描く作業は地味でエネルギーがいるのを知っています。はい、作品も金城さん自身もものすごくパワフルですね。すごいな、光ってるっておっしゃってます。あのね、実は僕の頭も光ってるんですよ。あ、そうなんですね。ちょっとあの帽子で見えなかったですね。どうも。あ、ちょっと待って、今、じゃあちょっと、近所さん紹介します。あ、ハロホンマ素敵。でも、ね、普通のハゲとは違うんですよ。はい。後ろ見えたのか。映ってるか。あ、ちびっとちびっとちょっと見えなかったけど、ちょっと逆光。あ、見えてる見えてる。あ、すごいじゃないですか。はい。はいはい、あ、ちょっとあの生えてる。あ、すごいすごい。なんか不思議な頭。ほんと。これね、アンテナですね。あ、なるほどね。卵のアンテナ。これがないとちょっと、あの宇宙からの情報が来ないんだ。なるほど。あ、そんなことはどうでもいいですか。今、タンタンが後ろ通ったけど、タンタンは着物なんですね。そうそう、最近着物なんです。今さっき座ってたから気づかなかった。いや着物やし、いやかっこええわ。琉球のなんかあの、いや、サムライみたい。そうそうそう、サムライです。いやいや、そうそう、本当に。これでさっきの絵の拙者の絵を今ピーちゃんが送ってます。あ、そうですか。はい、じゃあ、なんかもう一個あったんで、あ、ピンピンピン、起きてます。で、これを見ながら、じゃあちょっと説明すると。あ、じゃあちょっと行きますね。はい。金城さん、ありがとうございます。サービスしていただいて。はい。え、今、ちょっとまだ来てないかな、絵が。え、何、今。一番最後に送った絵。一番最後に送ってくれた。ちょっと待ってね。はい。あ、これね。ちょっと待ってね。どこに行ったらいいかな。頭にやってるのは別に恥ずかしいからじゃなくて、寒いからですね。あ、これですね。あ、これこれこれ。うん、そう。で、さっきのプロのカメラマンが拙者レンズで、マクロで撮った映像がこれなんです。へえ、すごいですね。この画面、これが。この奥の。これ。そう。へえ。この重ねてるのが分かりますでしょ。はい。でつまり、僕はそういう話をすると皆さんやっぱり一様に見たいって言うんですよ。うんうん、つまり制作現場を見てる人は誰もいないので、本当に重ねてるのっていう人が多いですね。そうでしょうね。ということで、じゃあ、レンズで撮ってみましょうということで、撮ったら本当だったっていうことになってます。はい。このほらカメラの方を覗くとほら。そう、この辺ですよね。これが。さっきが、あの、細かいのアップで。そう。まあ、これで一応はまあ証明できたかなっていう感じですね。点々なんですよって、重ねてるんですよって。本当です、みたいな。100層だからね。いや、100層。じゃあ、実は、あの、もっとかもしれない。へぇ。分からないね。そうだね。多分もっとだと思う。もうわけわかんない。そう、もう、きちがきちが。きちが、もうこれさ、もう宇宙に行っちゃう。そう、もうバカ。極めてるっていう感じ。本当にか、もうね、もう体のダメージ、もうすごいね、それ無視して、やってるでしょ。バカ、もうバカみたいな。本当に。もう泣き、いじめられまくり、もう泣きまくりで。どこまで修行してるの？本当です。お願いしますよ。あ、というような感じですね。面白いよね、金城さんってさ、さん。本当面白い。私も面白いんですけど、体験も面白いから。そうそうそう。ねえ。宇宙の意識をすごく伝えてくれてね、
いいですね。なんかお話聞いてるだけで、なんか病気も怖くないし。あ、ね、全然。ね、逆になんで怖いの？あ、ね、本当なんか、ね、なんかいろんな意味で、また新たな人生の楽しみ方。健康で長生きしようとしてるんじゃないの？置いていくからね、体を。すごいね。ね、なんかね、本当に、なんか、うん、なんかいろんな意識を楽しみましょうっていう感じでね、いいですね。そうさ、そのね、意識が変容すると、同じ地球上にいるんだけれども、うんうん、見方が180度変わるので、だから楽しいんですよ。なるほど。人が死ぬから、いや、卒業になるし、悲しいが、誰が悲しいんでね、自分の、エゴが必ず死んでるだけなんですよ。全部108の見方が変わるので、悲しいんですよ。つまり、執着から解放されるから。それはまあ、悟りにの話となんか共通するような。だから悟りって言っても大げさなことじゃなく、まあ、普通に分かった、うんうん、あなるほど、ね、分かったでいいんですかね。ね、金ピカさんがすごいって言ってね、重ね具合が、印刷機並みの技術作業ですって言って、あ、そうそう、印刷機で思い出した、はい、これね、多分ね、贋作ができないんですよ、この絵は。あ、できるものならやってみろって言いたい。贋作できない。贋作ってまあね。ああ、できないね。普通はほら、有名な絵はさ、贋作いっぱいある。ね、うん、かさない。かなり重ねられる。贋作の間に本物になってしまうかなって。そうそう。贋作やってる人がね、まあ、なんか言っちゃってね。そこがもうなんか刑務所がなんかこう精霊のたまり場みたいな、そうそう、聖地になるからね、聖地にね、ほんとね、なんかね、輝き出すよね、全部がね、すごいすごい、うん、ね、なんか怒鳴り声が笑い声に変わるとか、そうそうそう、もうなんかずっと叩いてるからね、そうだから、ほら、刑務所の中同士でもさ、俺明日死刑決まっちゃったよってみんながおめでとうそうかそれ、最後まで叩いてる音がまたね、なんかドラムのようにね、響いてきたりしてねそうそう、ね、いやいいね、いや時代、いい時代が来ましたスピリチュアルの皆さん、はい、から皆さんが活躍する時代がやっと来ました。いやまあね、すべての人の中に輝く魂がありますもんね。なんかね、ごめんなさい、また今ピーちゃんから情報来ちゃったんで、もう一回。はい、すべての中中に輝く魂がありますねっていうふうに。ああ、はい、もちろんですね。みんなそれぞれ神様だからね。じゃあそろそろ金城さんの音楽をとかデュを聴かせていただいて、みんなでこう変容していきたいと思います。解放していきたいと思います。じゃあ、はい、まずはこちら、それからこちらね、吹かせていただきます。よろしくお願いします。皆さん軽く目を閉じて宇宙をイメージさせてください。Thank you.
はい、ありがとうございます。今日は金城さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、またね、ぜひまた素晴らしいお話を聞かせてもらいたいと思います。ありがとうございます。はい。またね、お呼びがあれば、はい。はい、はい、まあ今日は、はい、タンタンもありがとうございます。ね、でちょっと最後にじゃあ私もちょっと一緒にちょっと顔を出してみようかな。ちょっと待ってくださいね。おそうそう、ちょっと待ってね。ちょっと、ちょっと待って、あれなんか変や、おかしい、出てますね。私こんなにこういう出方はしたくないねんけど、ちっちゃく出ようかなと思って、はい、はじめまして的な。ちょっとちっちゃくこう、はじめまして。まあ本当に今日、タンタンもありがとうございました。ね、ピーちゃんありがとうございます。また本当にたくさんいいお話をお聞きして、今日ね、お別れにもう一度、こう、ゆらいさんの音楽聞いていきますか？ね、はい、はい、金城さん、ぜひまた4月のね、個展にね、皆さん行っていただいたらいいし、もしそれ間に合わないときはどうしたらいいですか？間に合わないときは、はい、直接もう連絡ください。はい、じゃあ金城さん、Facebook とかもされてますか？してます。とか、ブログとかも。さっきね、ブログとか送って、コメントのところに、送っていただいてたんですね。あ、中でね。あ、ピーちゃんが送ってくださってますね。ラジオにやって出てもらって、その時の放送の番組のね、案内のものがあって、はいはい、それが載ってるので、なるほど、全部載ってる。ピーちゃんね、本丸ラジオをね、してるんですよ、沖縄でね、からネット放送で全部に配信してますから、またね、ピーちゃんの本丸ラジオもね、ぜひ聞いてみてください。ね、はい、ブログもありますんで、もう山ほど怪しいブログが書いてあるんです。あ、なるほど。ちょっとなんか面白そうやなと思われる方、ぜひ覗いてみてください。で、宇宙の星に行っちゃう。ね、はい、はい。じゃあ、ありがとうございます。じゃあ、ピーちゃん、由来の、祈りじゃなくて、今度は何をかけたらいいか。祈りじゃない方の。じゃあ、ちょっと、音楽を聴きながら、おしゃべりもしていただいてて大丈夫ですので、お話も、聞きながら、はい。今日は本当にどうもありがとうございました。じゃあ、ちょっと、由来の方、ちょっと変えてみますね。じゃあ、私が。音楽とかね。うん、そう。いいね、そうね、まあ、なかなかね、この辺がうまくできないのがちょっと残念ですけど、まあちょっといろいろね、試行錯誤しながらしてます。アナログの感じ、うん、めっちゃめっちゃアナログです、すいません。大好き、ありがとう。じゃあ、はい、これはね、白山自然美術館の素晴らしきこの世界っていうのをね、由来、はい、いいですね。今日はありがとうございました。この曲とともに、皆様とお別れしていきたいと思います。またお会いしましょう。ぜひよろしくお願いします。皆さん
銀河でね、あ、今もこれね、銀河のような空が映ってますね。銀河新年おめでとうございますって言ってます。そうです。で今曲が流れてる。はい。こういう景色で、あ、操作間違わないように大丈夫です。金城さん、ありが、あんこさん、ありがとうございました。もうしばらくこの、あの音楽とともに、はい、